そんなことより話したいことがある。君は人の命をどう思ってるんだね。替え玉のことでしたら ICPO に承諾は取ってあります。承諾なんかどうでもいい。あの受刑者が殺されるかもしれないと思っていたのか。私は誰にも顔と名前を明かしません。あれはいつもの手順です。それでは皆さんお待ちかね、捜査方針についてお話しします。キラはマーク・ドゥエルトンが尾行していた調査対象者の中に必ずいます。その対象者は13世帯55人。多いな。いや、殺される直前に調べていたものに絞り込めるはずだ。ええ、わずか2家族でした。そこまで絞り込めたのか。渡り、皆さんにお見せして。あ、分かった。ご苦労。またキラですか。エル、どこに行ってたんだ。自分を追う者は別として、罪のない者の犠牲は避けてきました。そうすることで自分の考えを徐々に世間に浸透させ、一部の人間の支持を集めてきました。そんなキラが突然無差別に人を殺し、脅迫状を送りつけてくるでしょうか。